港町、焼津の名産品といえば、かつお節。今日の一品は、この地でおよそ100年前からかつお節などを作る金虎で生まれました。失礼します。うわ、店内かつお節がいっぱい並んでて、なんか焼津ならではって感じがしますね。あ、こんにちは。こんにちは。今回の一品を見せていただいてもよろしいでしょうか。今回の一品はこちらになります。なんか形がサプリみたいですが、いいですか。じゃあいい匂いもしますし、いただきます。ちょっと待ってください。はい。これが好きなお客様が外にいらっしゃいますので、行ってみましょう。今日の一品は、ワンちゃんも夢中になるドッグフード、栄養バランスバッチリのお魚です。試供品でいただいて試してから、すごく体調もいい感じなので、食いつきもいいですし、なので毎日朝晩お魚を食べさせていただくようになりました。原料となるマグロやカツオを加工する工場です。こちらお刺身用のカツオマグロの、をカットしていただいて、こちらの端材を弊社のドッグフードに使用させていただいております。お魚は本来捨てる部位を生かしているので、とってもエコなんです。人が食べても大丈夫なほどの品質の高さも魅力の一つです。新たに導入したこの機械で、ドッグフード作りのほとんどの工程を行います。新鮮なマグロやカツオをドッグフードにするので、ワンちゃんたちは焼津の海の幸を堪能することができるんです。どこまでもワンちゃんファーストなお魚。開発のきっかけは、寺尾さんの子どもの頃の経験でした。私自身も子どもの頃に、柴犬を飼っておりまして、アレルギー性の皮膚炎で、かなりこう体中をかきむしってしまって、かなり毛が薄くなって、かわいそうなことをしたなと思うんですけども。通常ドッグフードには犬のアレルギー原因になりやすい小麦や肉類が含まれていることが多いですが、お魚には一切使われていません。大切にワンちゃんを長生きさせたいという、もう愛犬家の皆様がすごくいるなというふうに感じているので、その方たちに向けて、本当に非常にいいもの、かつ美味しいドッグフードを、作りたいと。思いが込められたお魚は、アレルギーに対してとことん配慮した犬用総合栄養食として認められています。また金虎では犬用おやつカツオ犬も販売しています。近年ペット用食品の需要は高まっていて、金虎でも全体の売り上げの半分を占めるほどだそうです。本当に味に、こだわって、製造させていただいておりますので、美味しいドッグフードを自分の大切なワンちゃんに、食べてもらいたいと思っている方にぜひ選んでいただきたい。家族の一員である犬の健康を考えながらも、焼津の海の幸を堪能させてあげられる思いやりいっぱいの一品でした。